メンバーシップ都市伝説シリーズ、ということで今回ゲストに、まずクロネさんを来ていただきました、はい、よろしくお願いします。今日はクロネさんがお呼びしたいゲストをご紹介したい、はい、ね、本当に不思議なご縁で、これもちょっとあまり話せないんですけど、はい、横澤先生経由で、うん、ご紹介いただいて、僕の動画を見ててくれたらしいんですよね、そのお医者さんが、はいはいはい、でぜひお会いさせたい方がいらっしゃるんで、はい、ぜひどうですかっていうお話をいただいて、はい、面白そうだからぜひお願いしますっていうお話で、はい、お会いさせていただいて、宮家の方という、そういうことです、はい、ですね、はい、そうです。お名前は、課長さんと呼びせよ、課長さんと呼んでいただければ課長みたいな、はい、部長ではないので、課長の宮のYouTube 番組でやってらっしゃって、はいはいはい、まあ、そこでは殿下と呼ばれていらっしゃる、はい、いつから馬面ビデオってご覧になられたんですか。実はね、僕は知らなかったんですよ。あ、そうですね、はい、馬面さんとつなげてもらえるよって言った時に、はい、そこから集中してみたんですよ、はいはい、だからあ、こういう感じのイメージかなっていうイメージが最初だったんですけど、はいはいはい、よく聞くと、はい、中道だなって思って、はいはい、あ、それは僕と一緒だなって、別にトランプ派でもないし、課長さんは課長の宮という宮家の執事というか、その流れです、流れの方とね、みんな知らないけど、これで、まあ、歴史だからね、大正9年に十何人の直系の宮が家族に落とされたね。はいはい。で、それどうしてかっていうと、その宮家の長男で、しかも正室の長男だけが、そこの宮家を継ぐっていう法律になって、次男三男が家長に落ちてった。ああ、そうなんですね。その中にいるんですよ。あ、その流れなんですね。うん、だからちょっと、まあ、有名なところがあるとしたら、鎌倉に課長の宮邸っていうのがあって、はいはいはい、そこがうちのおじいちゃんが作ってるので、うん、そこから、そこの、まあ、課長の宮邸があるということで、本当はね、2つ迷ったんですよ。伏見なんで、僕たちは本来。だから、伏見の宮を名乗るとしてもいいわけです。確かに。してもいいんだけど、伏見の広明殿下が、まあ、現状いらっしゃるので、突然、こうやって伏見ですって言っても、問題があるかと。なるほど。伏見と課長家っていうのはよく調べると出てるんですけど、表裏一体で裏表の世界にあるんですよ。なので裏側が課長なんです。で、たまたま鎌倉にうちのおじいちゃんが建てた家が奇跡的に残っているので、まあ一条家がずっと取っててくれてるんですよ、はいはい、じゃあ課長で出ればどことも文句が出ないとねっていうところで課長なの。そんなのが伏見の出ですよ。そうなんですね、伏見、うん、宮の流れってことなんですね、うん、はい。まず僕は長崎県の佐世保市というところで生まれました。佐世保、佐世保、はい、昭和34年なんです、はい、どうして僕が佐世保で生まれたかの理由はあるんですよ、うん、それはね、原爆とかが来たー、長崎、うわ、これもやばい話じゃないですか。この話はもうめちゃくちゃ面白いよ。どういうことかっていうと、うちのひいおじいさん、伏見宮城康は大軍大将で、はい、戦争の負ける年に脳卒中って嘘をついて佐世保に入るんですよ。どうして佐世保に入るかっていうと、はい、海軍ってだんだん偉くなっていくじゃないですか。その時に佐世保鎮守府って大きな海軍なんですよ。横須賀鎮守府っていう大きなところなんで、そこの鎮守府庁を当然上がりながら上まで行くので、そこに家を建ててたわけですよ。そこの建ててた家に戻るわけですよ。で、何をしたかって、原爆を1944年2発できていた原爆を昭和天皇が言って、先にできているのに、そもそも昭和天皇っていうことがそもそも多分普通の人ってよくなってると思うんですよ。日本にそもそもあったと思う。それはこれがもう、そういうことです。歴史ではないですよ。そういうことです。創設ではない話です。そうそうそう。そこから行かないでください。ガチョンだよね。ガチョン。ガチョン。ガチョン。俺が否めんだな。おじいちゃんから聞いた話では、ウランはドイツが U ボートで持ってきたよっていう話を聞いてた。まあ、どこまで本当か別ですよ。聞いた話。はいはいはい。それで、昭和天皇が決めたことは、向こうがどのくらいに完成するかも見えてたと。じゃあ撃たれる可能性がある。じゃあそのいや、どうしたら一番いいかって話になるわけ。もうその時点から
考えてるわけ。ここが日本の深さなわけ。面白いよね、うん、深すぎるな。その深さには日本人の本当の心根が見えてる。なんていうかな、日本人は最古のハイブリッダーだと僕は思っていて、うん、一番古い根血だと思っていて、もともと日本人にとって世界中は全部同胞なので、うん、どこの国が大きくやられても嫌なわけ、うん、あ、家族だと、みんな家族だ。面白い話よ、うん、世界は日本なんだよね。そもそもなんで日本は原爆を作ったんですかね。それはね、もうね、ずいぶん前からドイツ、ソビエト、アメリカがもうその戦、あの、それはもう日本もやってたわけ。誰が一番早く作れるかっていう競争があった、もう始まってたわけ、うん、僕はこの話ですごくたくさんの人が亡くなったけど、うん、でも日本の心がどこにあるかっていうのは、たとえ自分のところが撃たれても隣の国には撃たせないよっていう、このね、奥深さはね、うん、今表に出してもいいんじゃないかなっていう。実はこのことを全部知ってた。ねえ、この話、これやばいな。この話すごい熱いよ、めっちゃ熱い。本当のことを話した。世界の平和のためだ。ここまで実は教育されてる。日本のためじゃないんだよ。そうだよ。世界のために。冷戦のために。そうそう、日本のためじゃなくて、相手国も入ってるからね。やばい。肉声が残ってるわけ。そう、みんな気づかないの。ゼロ戦じゃないから気づかないの。ライデンで。ああ、なるほど。その人たちも教育されてるから。表では、とか。言いますよ、そうですね、もっと交渉だから、うん、そこにはね、こういう風に載ってる言葉、うん、って言ってる、うん、聞いてください。聞いてください、みんな聞いてください。それは面白いな。だから本当は本当の情報を教えていってもらってる。これが本当なんです。鳥肌もんですね。この話すごい好きなんです。すごいうちのおじいちゃんが言っていた子供の時にね、戦争負けたでしょって言ったら、いっぱい犠牲者を出して戦争は負けたけど本当は勝ったんだ。映画にできる話。シュメールを相当調べたので、うん、壁にね、太陽系に11個の惑星が書いてあって、はいね、名前も書いてあるんですよ、うんね、でも実際本当はボイジャー2号が帰ってくるまで、うん、僕らは太陽系に11個の惑星があることを知らないんです、うん、宇宙人かどうかは置いといて、うん、すごく知っていたことは事実じゃないですか、はいはい、ただ僕の研究とシンクロしたんですよ。それを知っているなら北極星を中心に夜星が回ってることぐらいは知っていたはずだと、うんうんうん、すると北極星が常に同じところにいないので、うん、再三運動がどのくらいで動くかを知っていたはずだと思って、うん、そしたら前回のノアの箱舟がどの角度で起こったかを知っているはずだから、そうです、次回どのくらいの角度で動いた時に大洪水が来るかってもう分かってる、分かるんですよね。でもだからこそ西暦のマジックがあるんですよね。もともとの本当のその暦で見ていくとキリストの生まれたタイミングとか、うん、合わないんでね、合わないんですよね、うん、で僕は一番あの研究した時に大変だった明治4年まで陰陽暦だから日本は、そうですよね、28日の13ヶ月、うん、で江戸時代に3回変更してるから、うん、その時に1年長くなったりするわけ、2年とか長くなる、そこでいろいろね、もうくちゃくちゃになるわけ、くちゃくちゃですね。でもそれを最近専門家に聞いたら、起源から今は今本当はね、日本の長さでいくとね、うん、すると今の僕たちが知っていた起源が、うん、そうですよね、びったり合うのよ、真の始皇帝から全部全部合ってくる、全部合うんだったよ。だからそれを隠すためにとかああいう奴らが全部改ざんしてる。でもやっぱね、どうしてもこの今の通説とはもう時代錯誤があって、ね、うん、でその専門家とかと照らし合わせると、うん、あれっていう、意図的に隠ったかもよ、間違いなくそうですよね。なんでかっつったら、やっぱり頭のいいやつは山ほどいるわけで、その頭のいいやつがその本当の正しいロジックを知ったら、もう2020何年の何月に洪水が起こるよねって分かっちゃうわけじゃないですか。それが分かっちゃったら大混乱になっちゃうし、でやっぱりテクノロジーの進化っていうのもちゃんと理解してるはずなんですよ。こういう時代にはもうおそらくこれはできるだろう、この時代にはこれはできるだろう、でもその時代からもうすでにバックトゥーザフューチャーからもうあれが起こるって分かってるわけじゃん。
でしょ、民間の人間がそんな風に考えられるってことは当たり前にそんなことが起こることを科学者たちは知ってるに決まってるし、今の実際のそのドローンにしたってそうだけど、今民間でドローンが当たり前に飛んでるってことはもう本当にマクロのサイズの下手したらドローンが今はもうあの軍事で使われてる可能性だって山ほどあるわけじゃないってことは、当たり前に天才の集まりが世の中にはいて、そいつらは確実に今地球がおかしくなってることに気づいて何とかしようとして、それこそ移住計画を推進するやつ、そうです、地下に世界を作ろうとするやつで、やっぱり分かれていろいろやってるんだと思うんだよね。僕もそう思う。でなぜかというと、ここからがその肝だけど、うちのおじいちゃんは明治神話よく言ってたのね。ってことは未だに続いてるってことですか。その中にいるってこと、僕たちはそのストーリーの中にいます。そして俺は戸隠に土地を買いました。洪水が大丈夫なところ、洪水が大丈夫、やっぱりトリショじゃないとあの沈むらしいです。だからやっぱり土地のところに土地を持ってないといけないっていう。雨ですか、天気は。雨の可能性もあるわね。でも地殻変動だからなんとも言えないけどね。個人的な考察、おそらく数年以内に何がまず起きるかって、多分マッサージあれだろうね。優しくあれ、あのね、優しくないと続かない。あのね、平和ボケって言われてもいいから優しくあれいや本当大事なことですよ、本当に大事なことだ、ね、それしか解決しないよみたいな。日本人って特に向いてる、優しいから、和の一族ですから。そうそう、どういう風にやっても自由だけど、デモをしてうわーってするのは、そもそも向いてねえぞってビデオを見て、中道でしょ、はい、中道だなって思ったから僕も一緒で、どうしてかと、右の羽なくて左の羽なくて飛べないよっていう、いやでも本当そうですよね。本当そうですよ、両方してるんですもんね、その中で全部は言えないけど、おそらく今の秋篠宮様の子供さんいますよね、あの子に将来来たらビンゴ遺伝一族なんですよ。